さて向かおう。あれはもしかして自転車で渡れるパイプ。まっすぐ、まリーフブレード。ロック、ゴニョン、踏みつけ。踏みつけって結構強かった気が。威力65、しかもひるませることもある。エコーボイス、驚かす。驚かすいらないな。相変わらずの敵の出現率。リーフブレード、毒毒の牙。毒キャラだし毒技は一つは欲しいな。威力50、スピードスターがな、必ず命中するのはいいんだけど、こん中だったらスピードスターだな。よし、抜けれた。サーチレベル3、隠れ音じゃねえこれ。これどこにいるのかっていう話ね。ロメの実。多分隠れ音だと思うけど、もう消えちゃったか。じゃあしょうがない。よし、超えた。怪しいポイントがある。ん？これ？ポケモンの技で何か起こるかも。そんな技は覚えていないぞ。波乗りしかそもそも今ないし。せっかく来たけどしょうがないな。いる？いる。サーチレベル0だから初めて戦う敵。逃げられた。あ、臭い花だ。謎の草からどうせなら捕まえたいな。おまじない。急所隠れちゃったよ。連続斬り。草同士は効かんのだよ。シザークロス。やった、これで連続斬りがかなりマシな技に。40の95から80の100。おお、だいぶ変わる。さっきのメガニウムかなんかかな。ダメだ、全然ダメだこれ。アイテムぐらいはあるんだろ。今度こそ
35、超レベル高い。よし、トロピウス、メガニウムじゃねえよ。何と間違えたんだ。しかもレベルも結構高い。メガドレインあたりでコツコツ削っていく。完全にダメだな。リフレードしてもいいな、これぐらいなら。シズハクロスすると一気に倒しちゃいそうだ。これも食らわんよ。下がった。もう一発急所に当たること考えて、もう2発本当は当てたいんだよな。ここで急所に当たってくれるとちょうどいいんだけど。もう一発いけるか。吹き飛ばしはやめて。先頭から強制的にとかは本当困るからね。よし、いい感じに減った。ボール、あんまいいのねえな。ハイパーボール、1200円を投げた。金額を言うな、金額を。よし、トロピウス、ミドレズキ、ツノドレルとどっちがいいかっていう話だよ。ツノドツ、威力15の85、これ使えねえんだよ。させない。トロピウス、草と飛行か。首の房は甘くて子供に大人気って、バナナじゃねえね。大好物で食べ続けていたら首に果物ができるようになったし。これってあれだよね、スイカの種食ったらスイカが育つとか、そういうレベルだよな。軽いフォラーだよ。じゃあお前は今日からアゴバナナだ。よし、こっち来た。ポケモンを捕まえたから満足。臭い花。シザークロース、いいダメージ。もう捕まえとくか。この辺の余りもんとりあえず使っとこう。勝ち、えい、白いぞ。臭い花、危険を感じると、めしべの放つ臭い匂いがさらに強まるが、心が穏やかな時は臭い匂いを出さないのだ。悪臭、草と毒、隠れ音がやっぱり。違うな、草と毒だから臭い花かな。いいや。秘密の力って技を使って秘密基地を作れるんだ。ダブルバトル、サイキッカーと格闘、ブレイン&パワーズで一生懸命やらせていただいてます。お笑い芸人かなんかかな。星と音、
ユンゲラーとゴリキ。はい、私ユンゲラーです。えい、ゴリキですがな、ツッコミが痛いですがな。ラッキー、クロスだ、クロス、シザークロス。弱点、そして逆もまた弱点なんだ。最後キネシス。やっほー、はい、勉強させてもらいました。やっぱ笑い芸人かなこいつら。すごいです、ほんま感動しました。師匠と呼ばせてください。ほんますごいです、弟子にしてください。まあ、すごいのは知ってるけど。ポケモンレンジャー、図鑑のサーチモードは使ってるかい。サーチモードとかはね、今はいいですよ。草と飛行、さっき戦ったね。帰れ。サバイバルに必要な知識と技術を持つ者、それがポケモンレンジャーさ。守るくん、ハブネーク。うちハブですね。リーフブレード、今一つヘビにらみ。あ、目が怖い。まひった、だがやることは変わらん。毒毒、これは食らう。いいダメージ、しかも全て動けない。やばいやばいやばい。一角解決。やる気者、やる気者。やる気あります、何でもしますよ。こらえる。この攻撃こらえられるかな。こらえた。こらえてもしょうがねえだろう。あや、もったいねえ。再起光線でよかった。知識は足らなかったが、文明から離れて人間の野生を目覚めさせる、それが俺たちのテーマなのさ。水、水うめ。そろそろ美味しい水を補充しておきたい。麻痺直し、麻痺直し。なんでさっきゴーニョに会ってたんだ。ポイントマックス。速い自転車じゃないからここは登れんか。まっすぐましか出てこねえんだけど。リーフブレードの数もやばい。そろそろたどり着きたいな。この隙間通れるだろう。ああ、何にもなかった。アイテム PPA だ。水と毒、臭い花。
シザークロスかな。やっとまともな攻撃技が増えてきてくれて助かるな、ほんと。油断してると痛い目に遭うぜ。あ、忍者ごっこの四郎だ。どけーす。毒か。毒虫効かなかったよな。全然効かねえ。ジャイロボール。160キロか。ダブルチョップ。うん、まあ倒しきれる。やっぱレベル差がね、レベルさえあればどうにでもなるっていう。強いね君。奇襲作戦は失敗だった。チェス。鳥ポケモン。ほんとこの道相性悪いな。俊平くん、どうどうだ。ドリルくちばしはちょっとやばいぞ。ドリルくちばしを考えると早く倒したいが、別にいい技があるわけではない。だから私はチョップをするのです。ダブルなチョップをね。実力不足だった。そうやって強くなっていくんですよ。小さい頃から鳥ポケモンに憧れていたんだ。また鳥使いだなこいつ。高峰に帰るかな。ダブルチョップ。半分いけ、半分いかない。シャッシャッシャッシャ。ついてこれるか。シザーでいいだろう。こっちの方が命中率高いし。一角。ロック。ロックをもう別のに変えて。次の進化に行きたいんだけどな。高峰先頭で行くか。また来た。さあ届く。いいんだよ別に捕まえてきなかったから。さあ次は草届く。臭い花だろ。マグマ弾発見。そして天気研究所でございます。2階が騒がしいようですけど、プロ動じませんわ。じゃあちょっと行く前にこの子たちに話を聞いてみよう。あんた研究所に近づいちゃダメよ。見張りで終わりそうだな。危ないんだったらそこ開けてくれよ。そしたら無視して行っていいからさ。わざわざお前たちの邪魔なんかしないぜ。お、パンフレットだ。テレビでも見ながら休憩する。あ、ご当地ホーエンジャー。ホーエンジャーのお土産か。値段がにじんでる。自販自販。おいしい水。ここも結構山奥だけど、美味しい水の値段高くないな。ロープウェイのところは400円だからな。観光地価格。よし、もういいよ。ほんとこの手間が。あった、パソコン変えれる。整理しよう整理。移動。どうしようかな。誰あげよう次。
進化するのはこの辺？ベッドで寝てる間にみんな2階に行っちゃったよ。ゴミ箱の中は空っぽ。今のとこ全てのゴミ箱は空っぽなんだけどな。ま、全員倒していこう。俺をよこしたんじゃ邪魔をするな。ぐらいな。炎と地面じゃない、悪だこいつ。悪は虫に弱い、そしてエスパーに強い。よし、入れ替え。ダメよ、し痛い痛い痛い。シザークロス。そろそろクロバットになってくんねえかな。まだかかるかな。ゴルバット、ゴルバットは飛行届く。今度こそ高峰だ。再現光線で十分だろ。効果は抜群だ。イエーイ、高峰。なりきる？誰になりきろうっていうの？誰になりきろうというのかね。いらないよ、こんなの。やっぱ高い特殊を生かしたシャドーボールかな、欲しいのは。子供に負けた。子供だからといってバカにしてもらっては困る。超古代ポケモンの天気の関係を調査していると聞いてやってきたのさ。連続マグマ弾バトル。よし、抜け高峰。再現光線。悪くない。スパークはスパークを覚えたい。いいよいいよ、覚えときなさい。スパーク、スパークはスパークを覚えた。紛らわしい名前つけやがってって。俺か、つけたのは。天気さえも変化させる超古代ポケモンの力、間違いなくマグマ弾に必要なのだ。あ、いるいる。なんじゃこりゃ。松武さんはこうなることを知りながら大切な研究成果を返せ。ダブルンガイ助手君、なんたることだろうか。さすがの穂村さんも慌てふためいてしまいましたよ。あなたは世界を、我らマグマ団をどうされるおつもりなのだ。許されることではないぞ。珍しい重風がやりたくない。どこにでも現れる、現れる。マグマ団の見たものはドンマイケ、炎と地面、力押し、キネシス。アホ。グラエナ、グラエナいいね、別にこのまんまで。グラエナはだからダメだって。なんで変えなかったんだ君に。何にもできねえ。威張る。あ、でかくなった。なんだどこいつ。その代わり混乱だ。シザークロス。うう、危ねえ危ねえ。ふう。
負けを認める。理想を知らない子供が邪魔をするでない。理想も知らぬ子供が邪魔をするんじゃねえ。下っ端ゴルベット。行け高峰。再下光線で十分だ。テテテテン。ゴニョン。騒ぐ。おい騒ぐなよ。威力90。騒いで誰も眠れなくなる。威力90のノーマルの特殊。威力的には悪くない。エコーボイスよりはね。ただエコーボイスこいつのための技っぽいからな。まあ、どうせ使わないからどうでもいいんだけど。敗北するとは。子供に負けたなど一生の不覚。ベッドで寝て全てを忘れようかしら。エイス久しぶり。おいよあなた、私のファンなんですがチャイルドよ。プライベートで行動してる時にまで寄ってくるなんて、まあいいでしょう。猛烈に不愉快なこの感情を小伝播にすることですっきりはっきりさせちゃいましょう。あれ一匹バクーダ。炎と地面だが全く関係なく俺はサイコキネシスを使う。知ったことではないわお前の属性など。一発だぜ。うひょ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 う。ストレスフル。たまらん。ストレスフルチャイルド。世界は黄昏を迎えるでしょう。始まりの海を終わりの大地へと変える。それすなわち全ての生命。チャールド、あなたは来たるべきその時を前にどのように動くのでしょうね。ウィヘヘヘヘ。送り火山に向かったはず。ならば私は。余裕です。助かったよ、女子くん。味わい深いビンタだったよ。数千年前の異常気象を調べてどうするつもりなんだ。まずは君にお礼だ。それ以上ポケモン連れていけんようだな。2000年前2匹の伝説ポケモンが引き落とした異常気象だったのだ。そのうち1匹グラードン。エネルギーを注入することで姿を変化させた。世界中が干上がるほどの異常気象を起こし大地を広げていったそうだよ。原始回帰。原始グラードンと呼んでるんだ。グラードンたち以外には行えず進化の方法としては途絶えてしまったとされているんだ。一階にも来てちょうだいね。とりあえずポケモンを預けて何かもらおうか。この子をあげようって。あなたの上で助かったよ。じゃあ一時的にこいつを預けて、何をもらえるのかな。ちょうだい。ポワルン。ポワルンってどんなん。ポワルン。じゃあお前は今日から ポワトリンだ。天気によって姿を変えるポケモンなのだ。そうなのか。じゃあとりあえずうちのスパークさんを先に育てようか。整理する。スパークさん、ポワルンどんな感じ。ノーマル。天気や神秘の雫。雨乞い、日本晴れ、あられ、ウェザーボール。ウェザーボールしか攻撃技がねえじゃねえか。
と約束通りに立ち寄ってくれたね。ほいほい。ゴツゴツメッチ。これはあれバトルカウンターか。まあ僕はあえてビンタを受け止めたんだ。あえてね。天気研究所でございます。冷たい岩。氷属性の攻撃アップとかそんな感じかな。よーし、じゃあここ OK かな。